はい、どうも皆さん、こんばんは、レフチです。今日はデッドバイデイライトの新キラードレッジ使っていきたいと思います。にゅるーん。で、今日はこの新キラードレッジのウルトラレアドーンを2種類使っていきたいと思います。いますね。あ、いた、いた。はい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 、よいしょ。奇抜な服着てんな、はい、この新キラードレッジのウルトラレアドーン2種類何かと言いますと、惜しい、届かなかった。あ、ここ強えな。壊しとこう。はい、一つ目が玉むしろのモッパンってやつで、こちらの効果は日没が終わる最後の12秒間生存者が無防備のステータス効果に苦しむという、はい、効果でございます。え、どこ行くの。はい、日没の時間は、まあ、デフォルトで60秒なので、まあ、日没が始まってから48秒経過した後に効果発動し、そこから12秒間生存者が無防備になり、日没が終わると同時に無防備効果も終了みたいな感じですね。はい、でもう一つのウルトラレアドーンが生贄のナイフ。こちらはよいしょ、こちらは日没中に殺人鬼がロッカーから出た後5秒間16メートル以内にある乗り越え可能位置を全て封鎖するという効果でございます。いた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 、待て、ほい、よし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 の、この今回のね、玉むしろの木板と生贄のナイフの2種類をね使っていこうかなと。よいしょ、ライトもいないよね、大丈夫だよね、はい、でどちらもね日没に非常に関係するウルレアなので、ちょっと日没にさせないことには意味がないんでしょ。日没にさせましょう。はい、日没になりました。はいはいはい、今生贄のナイフはもうこれで発動しますね。以上、生贄のナイフは発動するんで、ここで俺がテレポートすれば即座に封鎖はできますが、以上、どこにいるんだろう、ここかな。はい、こうするとほらこれ、こうあんな感じでね5秒間封鎖できます。いましたね。はいよ。で、玉むしろの木板の効果決めたいのでこの戦争に気づいてないね。いいね。はい、オッケー。今一撃だったでしょ、左の日没メーターを見てもらって、残りその何秒ってのは分かんないんだけど、大体12秒ってなったら多分メーターの6分の1ぐらいのところのメモリだと思うので、それぐらいになったら攻撃すればとりあえず一撃になると。どっかいるなこれ。はい、惜しい。なんかいたわ、何人おんねんここに何人おんねん。奥に2人だからこれ救助難しいんじゃない。よし、この中入っておいて貯めましょうゲージを。ですよね。日没発動させます。
ここいますね。はい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 。でもこっち行きまーす。お、ラッキー。ラッキーラッキー。どこでチェイスするんだろう。チェイスするなと思ったらすぐさまテレポート。あ、こっちです。ここで窓枠封鎖されてるはず。いやでもこれ扱いむずいなこれ。よいしょ。はい、オッケー。いやこれ強いよね。フェイズウォークみたいなさ、疑似フェイズウォークみたいな、抜け殻置いといて、生存者が抜け殻の方の近くに行ったなら抜け殻にワープし、本体に近づけば本体の方で攻撃ができるから強いよね。いや惜しい、今一撃だったんだけどな、もったいない。もう少し判断が早かったらな。今のめっちゃ惜しい。よし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 、今のめっちゃ惜しかったな。一撃でやれたな。よし、オッケー。ほい。日没頻繁に発動させないとこのウルレア両方腐るから、そこちょっと意識した方がいいかもな。だからちょっと前提条件がちょっとネックですね。日没にならないと効果を発揮しないんで、このウルレア両方。なんでなんでこれ来られないの。日没にしないとな。よいしょ、オッケー。鍵かかってる。鍵かけまくってな。おい、鍵かけまくってんな。どこだこれ。いない。はい、日没始まります。しょうがないと。違うな。そこか。いますね。これ効果発動になる前から追わないと間に合わないね。オッケー、よし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 。12秒ってめちゃめちゃ短いから、12秒、残り12秒になって無防備発動になる前からもう追いかけとかないとダメだね。ちょっと難しいねこのウルトラレアドーン。玉後ろの木板の方は木の板って書いて木板って読むんですね。知りませんでしょ僕。近隣のナイフの方があんまり刺さらねえな。よいしょ。どこだ。なんであの発音広くなってんだ。あ、そっか、海の呼び声だ。回していくんじゃない。だって負傷者増やしたりテレポートしまくって日没にしないとな。あー、入れ違い。
よし、オッケー。はいよ。はい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 。よくいしょ。まあそこはもう細工つけられてもいい。ここ吊るしまして、まあ、吊るしてもね、日没メーターたまるもんね。で、あっちには、いや、ほんと、巡回入るのマジですごいな。あ、つけちゃった。いや、このまま日没にしよう。じゃあ。絶対助けに来るからこれ。いいよ。はい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 。そっち逃げていいの？なんもないよ。なんもないよそっち。いいよいいよいいね。いや日没中は強いなマジで。テレポートが早い。まあ、こうやって窓枠があった場合はそこをブロックできるみたいな感じなんだろうな。はいよ。あ、お越し来ましたね。はい、オッケー。いや、生贄のナイフの方はちょっと生かしづらいな。生贄のナイフの方ちょっと微妙だな。はいよ。パコーン。いますよね。倒さない。ここ出た。最強いた。最強いた。最強いた。来ましたね。気づいたね。ロッカーにね、長時間滞在してるとね、ガタガタって動くんだよね。だから多分、生徒者目線はこのロッカーに俺がいるのは多分バレてるね。よし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 。ちょっとついてますね。はいはいはい。この人をじゃあ玉むしろの木板で仕留めますか。テケテテケテテン。まだだね。さすがにさすがにまだだね。何秒かわかんねえからな。無防備になった瞬間通知くれりゃいいのに。まだだな、まだだな。待たなきゃいけないのもったいな。もうそろじゃない、もうそろじゃない。今オッケー。ミスったいやでも運よくハッチがありましたね。さすがテストサーバー。切断はダメだよ本当に。もうダメだよ切断は。よいしょ。はい、オッケーでございます。いやー、切断されてワンチャンハチにやるかなと思ったけど、運よく先に見つけれましたね。不幸中の幸いですね。間違ってテレポートした先にハッチがあったっていう。はい、ってな感じでいかがだったでしょうか。今日は新キラードレッジのウルトラレアドーン、玉むしろの木板と生贄のナイフの2種類を、使ってみたんですけれども、微妙ですね。ドレッジはね、能力や固有パークは非常にいいんですけれども、ちょっとウルトラレアドーンが
ちょっと残念な形となってますね。玉むしろの木版はそもそも日没の時間60秒のところのラスト12秒でしか無防備にならない。まあ、ただ日没っていうのは試合中に何度も発生しますので何度も無防備の効果を狙えるからこそのこの控えめの時間だと思うんですけれども、ちょっとやっぱりうまく生かそうと思ったり狙おうと思ったら難しい。この12秒は本当にネック短いですね。はい。で、生贄のナイフの方も、まあ、日没中に、まあ、チェイスポジションとかに即テレポートして飛び出れば5秒間窓枠封鎖できて強いと思うんですけれども、まあ、5秒という効果の短さがやっぱりね、ウルトラレアドーンなんだからせめて10秒ぐらいあってもいいんじゃないかなと思うんですけれども、はい、以上でございます。まあみんなも見ててね、まあ、俺が下手くそだだけだったかもしれないけど、やっぱうまく生かしきれなかったっすね。ちょっとやっぱそれぐらいピーキーなウルレアなのにかなり偏ってる性能だなと思いました。以上でございます。皆さんもよかったら使ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。バイビー。